らっしゃい。ごちそうさまでした。ありがとうね。財布置いてけよ。ビビってんのか。さて、気になる。怖いよ。なめんなよ。やれやれ。俺の番だな。俺の番。いつにも。私の番よ。さて。私の番です。どうした？ぶっ飛ばしてやる。きねえ。うわっ！ほら来いよ！やってやる！ほら来いよ！行くぞ！私の番よ！私の番です。何勝負したのか。なあ、さて、舐めないで。どうしたんや。よし。なんや。よし。どうか。あれ。いい時。やるみるか。してみろ。これ勝てると思ってる。これで離せ。俺の番だな。俺の番だな。
ら来いよ。なんとか死ぬとは。来てみろ、罪人かい。痛い目に合わせますよ。期待外れやの。行くで。行くぜ。これや。よろしくだよ。やめんなよ。私の番だ。しんどいね。してみろ。私の番だ。本気でやって。俺の番だな。さてやるか。なんとか死ねて。私の番です。よし、2回目に合わせますよ。回復。ありがとうございます。よし、行くぞ。さて、行くぜ。行くぜ。しんどいね。行くぞ。なんとかしないと。直さねえと。よろしくないな。痛い目に合わせろ。なんとか死ね。やるか。しんどいね。ちょっとしんどいな。私の番です。勝ったな。またいい女になっちゃった。いいじゃない。私の番です。私の番です。元気もらの番だ。俺の番。やめんなよ。あー、すぐに行くないかな。ぶっ飛ばしてやる。してみろ。さて、これや。行くで。よろしく。私が相手です。
石尾だ。カスガ、このガキ、なんでここがわかった？コミジュルの蜘蛛の糸は今もまだ方々に張り巡らされています。ふん、糸の粘り強さが売りなんですよ、うちは昔からね。ふん、おやっさんを殺したのはお前なのか？いや、ちゃうな。荒川を殺したんは極道の掟いうもんや。裏切り者がのうのうと生きていけるほどこの世界は甘ないんやで。なんだと、なんて言い草だ。あ、おい、てめえ。なんだ、足立さんが二人ってことは、つまり…は？つまりなんだよ。一人はミラーフェイスだ。なんで足立さんに？警察になりすます作戦でしょ。ああ、なるほど。じゃなくてよ、警官になりすますって足立さんに化け抜きだったのかよ。ふざけやがって。いや、そっちこそふざけんな。どっちが、どっち？マジかよ、力比べでも合格。さすが噂のミラーフェイスや。ええ金取るだけあるわ。ならこいつはどうだ。足立さん、道路交通法だ。全部で何条ある？130条くらい。132条、常識だ。あ、こっちが本物？じゃあ、その第一条は何だった？知るか、バカ野郎。名前覚えてるわけねえだろ。じゃあ、こちらの方、今の続きどうぞ。この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する。やっぱり本物はこっちね。オーケー、よくわかった。そっち行く？くそ、公僕がいい加減な仕事をしやがって。偽の足立さんに沢城の頭を殺させようとしたわけか。胸くそ悪いって考えやがる。こいつはてめえのアイデアだな。終わりにさせてもらうぜ、石尾だ。ちょっと危ねえ。ちっ、しつこいな。石尾だ、おやっさんの仇、やつだけはこの手で。おいおい、あんまり熱くなるなよ。お前はそうなると見境がなくなっちまうからな。ああ、わかってるよ。それはこの前、ドラゴンに教えられて。ドラゴン？なんでもねえ。石尾田は何をしてくるかわからねえ。集中しろよ。さて。なめんな。あっせや！ほら来いよ。ありがとうございます。うん、もしかして痛い目に合わせますよ。やってみろ。勝てると思った。あ、そんなにならないか。私が相手で、ね、やめんな。まった、本気でやってん。
ってよ。さて。ぶっ飛ばしてやる。してみろ。タイミングに合わせます。よっ。私の番ですね。私の番です。何とかしないと。見てなさい。
私の番です。舐めないで。俺の番だな。私が相手です。取っておきな。やってみろ。社長パワーだ。殴られるのが嬉しそうだったり切れてみたり何考えてるかさっぱりわからないわ。まあこの前はていや極道だけの話かもしれん。何せよあの切れああ来てみろ。どう俺の番か。行くぜ。私の番ですね。強くなった気がするぜ。また強くなっちゃった。また強くなっちゃった。
いたぜ、石尾だ。サバシロの頭はほっときゃずっと黙秘を続けてたはずだ。でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったらどうなるだろうな。殺に全部ぶちまけちまうかもな。どの道お前は若の命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見物だよ。荒川のおやっさんを殺したのはてめえか。え、どうなんだ一生だ。おやっさんはあの夜港で俺と別れた後、平安楼で星野会長と食事してた。そして店を出たおやっさんをお前が至近距離から銃で撃った。全部青木亮の命令だろ。そうだろ。ちいと違うな。どう違う。話せよ。確かにわしは青木亮からの指令で荒川の玉取りに向かった。せやけどその直前に邪魔が入ったんや。邪魔が入った。見えとるな。へえ、バッチリですわ。ん、ちょ待て、誰かおる。あいつは。よ、やりましたな、大公。この間の蒼天堀であんたの真意が極道の解体やと分かったとき、わしは震えましたわ。東条会の裏切り者としてのおめえもその目的のために長いこと甘んじて受け取った。波のご苦労やなかったはずです。あの時あんたが俺や私の側についてくれなきゃどうなってたかわからねえ。それぐらいギリギリのとこだった。下手すりゃ解散届は握りつぶされて俺ら全員本部の庭にでも埋められてたかもな。でも助かったぜ。まああの時はわしもつい勢いに乗せられてもうたんですわ。あんなおもろい喧嘩ができるのは後にも先にもこの一度きりやと思ったんです。そうですやろ。豪気な男だな。それほどでもありまへん。天道、あんたはこれからどうする気だ。神室町に戻って青木亮にありのまま報告します。大丈夫なのか。ご心配なく。なんや、裏切り者が二人揃うてからに。どうします。なんならどっちでもいけます。どっちも狙えるんか。せやったら天道ごとここで始末したんか。それがご指示言うんでしたらやりますぜ、親父。おっしゃる通りに従いますわ。まずは荒川や。一発で決めるんやで。まず荒川からでんな。ふん。どないした。それが。石尾だ。踊れは勢いだけで考えなしやさかい。二手三手先まで手に取るように見えてまう。そんなんでようここまで生き残れたもんや。天道。石尾だ。もう近江も東条会もねえんだ。極道が極道でいられた時代は終わろうとしてる。
この間まで近江が沈むはずのねえ豪華客船だったかもしれねえな。もうすぐ泥船に変わるぞ。早く降りる覚悟をしろ。いやかましい。実際蒼天堀の近江は半分に減らされてまんまと潰されてもうたけど、おもろいもんや。そうなって初めてやっと椅子が回ってくる人間もおるんやからな。こんな状況にでもならない、わしにてっぺん行くチャンスはこんかった。おもろいもんですやろ。天道、じゃあおやっさんを撃ったのは石尾田じゃなくて天道。天道は今どこにいる？やっぱりしくじりよったか。一生だわ、仕事は雑やさがいな。まあ見張っといて正解やったな。どうしますか？ほな、もうポチッといったれ。了解しました。